速報です。今日1月9日なんですけども、奈良県生駒郡の安土町っていうところで、 え、町がですね、不正に補助金を出してたっていうことで、その、まあ、不正に出された220万円ぐらいの補助金を、え、町が、え、今の西本町長に請求しなさいっていう判決が奈良地裁で下されたんですね。えー、まあ、端的に言うとこれあの住民訴訟で、まあ、町民の方が町を訴えて、で、不正に補助金出したんだから、その分を町長が返せっていう、まあ、そういう判決が出たんですね。ただま、地裁判決なんで、この後控訴 になっったりてこれねこねの補助金っていうのがですね、えー、安堵町童和地区産業廃棄物処理組合もう直球な名前ですねあの地元だと童和参拝って言われてるんだけどもそこに出されてる補助金なんですでこれ何かっていうと安堵町だとですねあの比較業者というかその革製品靴とか作ったりする業者があって、まあ、そこがあの まあ川とか合成比較とか産業排気物としてえ出るんだけども、まあそれを処理する費用をえ町が負担しますっていう補助金でね。まあそういう制度があったわけです。まあゴミ出したらお金出るっていうのもおかしな話なんだけども、まあ童話だとそういうことがあるようなんですよね。 でところがですね、さすがに令和になるとですね、もうそういう地場産業っていうのも相当衰退してしまってですね、そもそも安土町にはそういうことをやってる、川とか扱ってる業者もうないと、それなのに補助金が出てるということで、その地元のですね、池田忠治さんっていう方がまあ不審に思って調べ始めたわけですね。そしたらいや 確かにね、誰もね、そんな、あの、産業廃棄物なんか出した覚えがないと。で、それでこの童話参拝の組合のね、代表の人に、ま聞いてみたそうなんですよ。で、ところがですね、その代表の人っていうのはそもそも安土町内になくて、あの、まあ、奈良県外にいるんですよね。で、しかもですね、いや、そんな補助金のことなんか知らないし、 えー、自分は名前を貸されただけじゃないかとか、なんかそういう話になっちゃったわけです。で、これは詐欺じゃないかっていうことで、実は池田さんがね、奈良県警に告発したんですね。それで警察が捜査してみるとですね、どうもその、毎月27万ぐらいの、そのお金が、どうも町の関係者の個人口座に入ってるらしいと。 で、これはいよいよ真っ黒だなっていう話になったんだけども、どうも謎の力が働いて、え奈良地検が不起訴にしたっていうんですね。まあでもこれで納得いかんから、まあ池田さん住民監査請求して、でまあ住民監査請求しても町はそれを棄却するんですけども、まあさらにそこで裁判所にね、提訴したんです。住民訴訟っていう形で。そしたら、まあ今みたいな判決になったんですね。ちなみにですね、その、 ええー、まあ、その、組合の代表っていうのがね、まあ、まあ、平山っていう名字で、あの、まあ、あの、自転車のね、サイトでも何度か扱ったんだけども、まあ、奈良町の童話のドンの平山渡るさんの親族らしいんですよ。ただ、ま、親族だから何っていうことまではわからないんですけども、まあ、とにかくそういう事実があったと。 まあまあその人自身はあの知らないんですよ。まあ別の人のなんか個人口座にお金が入ってたってことなんですね。ただまあそのあたりはね、裁判ではね、そこまでは明らかにならなかったんだけども、ただ事実として分かったのは、まあやっぱりその参拝として、えー、その処理された実態がないと、その何もないのにそのお金が出されてたっていうことなんです。で、さらにその裁判の過程でちょっとおかしな話が出てきて、 えーまあ、産業廃棄物とか、まあ、そういうものに関わった人は知ってると思うんだけども、まあ、産廃のマニフェストっていうのがあるんですね。えー、この産廃をまあどういうふうに処理したのかっていうことが、まあ、その書かれてる、証明する書類ですね。えー、それをその、まあ、町が出してくるわけです、裁判の中で。 確かに、その、参拝として処理してるんですよ。そのために補助金を使ったんですよっていうつもりで、その、処理を出してきたんだけども、でもそのマニフェストを見るとですね、まず日付がその補助金が出されてる。 その問題の補助金が出された日付の範囲じゃないんですよね。で、しかもその参拝の品目もその川とかそういうものじゃないんですよ。で、なおかつね、おかしいのがですね、ええー、まあそういうマニフェストってね、まあいっぱい発行するんで、もう業者名とかゴム印でポンポンってされてるのが普通なんだけども、どうもその町の環境美化センターのところだけなんか手書きで書いてあるんですね。で、なおかつですね、このマニフェストっていうのは、 えー、町と、さらにあの、奈良県の方にも提出されてるはずなんだけども、どうも奈良県に情報を公開請求すると不存在と言われてしまったと。 で、まあ、池田さんは、これはぶっちゃけ偽造したんじゃないかなって思ってるわけです。なんかもともとね、なんか範をしてあったところを、こう、なんかあの、修正期で真っ白にして、その上に手書きで書いたんじゃないかっていうことなんですよね。まあ、その可能性は高いと思います。あの、偽造じゃなかったら、あの、同じものが、えー、奈良県にもあるはずですからね。ところがないわけですから。ということがございました。 で、まあ今回は速報なんで、まあその他にもまあいろいろあの不審なことはあるんだけども、まあ今回は速報っていうことで、えこの点だけお伝えします。で、まああとね、まあいろいろこのあたりに深掘りして、え、欲しいという、まあそういうリクエストがあればですね、あの、ぜひあの、 あの、下の概要欄にね、ニュースチャレンジャーっていうサイトがあるんで、まあそこでリクエストしていただけるとありがたいです。まあこのサイトについてはね、ちょっと今構築中のところもあって、いろいろおいおい、あの、まあ、まあ、今月中には説明しようと思うんですけども、まあ、 そうですね。池田さん、池田さん本人に出てもらうっていうのはいいのかもしれないですけど、まあそのあたりは、あの、まだおいおい検討しますので、えー、とりあえず、まあこういうことがあったということをお知らせします。概要欄にね、あの、自転車のリンクも貼っとき、貼っときますので、ぜひ、あの、見てください。